多くの人から、特にがん剤を普段使ってる人から言われる質問に、墨っていうのは難しいと、どうもなんか墨で描くとうまく描けないというお話を聞くんですけど、昨日ですね、ちょっとビデオで眼彩で絵を描いてるのを見まして、なんかじっくり見ていたら、ああこれはここが大きな違いだというポイントが分かりましたので、ちょっとご説明します。先に見ていただいたのが眼彩で描いた柿の絵です。今ここにあるのがそれを写したものですけど、これ今度墨で描いています。どうなるかと言いますと、墨の場合は色を混ぜるというのは自由にできます。ですからしっかりパレットで混ぜてもいいし、筆の中で混ぜたのを和紙の中に載せてもいいし、それから垂らし込みと、この3つを使います。それと大きな違いは、眼彩みたいにポタポタと描かずに一気にスッと描くと。ですから例えばここに葉っぱがあります。これをどう描くかというと、まあ自分ではこれだったらこんな色がイメージがいいなという色で、まず筆作り、筆の中にそのような雰囲気の色を染み込ませておいて、ある意味ではもう一気にこうと描いて、あとでこの色の変化をある程度一気に描くというのは非常に大事なことになりますね。一気に描いて後から修正は効きます。例えばここの葉っぱですと、もうある程度一気にもう筆の中にいろいろの色を入れておきます。自分がイメージした、多少ね狂っても大丈夫です。素直に色がだんだんついて、ある程度一気にペタペタやらない。それと先に描いた線が上に来るという原則があるので、先に、まあ、枝を描いておいて、これ眼彩の場合は下から皆さん描いてますね。例えば下手だったら下手で、またある程度こうと色を含ませておいて、それで微妙に入ってきます。ここはもう今度実の方ですけど、実なんか例えばイメージで赤とか、まあ適当にこうとオレンジとか入れて、ある程度一気に色が多少狂っても大丈夫です。後から修正やり、こうして後からですね、あ、しまった、もうちょっと赤い実が欲しいと思ったら垂らし込んでください。ちょっと下手のところに陰影をつけたければ、ちょっと後からこうと陰影になるような色をこうと落としてください。それで例えば白かなんかでこうやる、ちょっと光らせたいような、こういうような形でずっとしてると色が入るんです。でもしこれの状態でさらに修正したい場合には、一旦乾かします。乾くのを待つか、まあ、こういうふうにしてある程度乾かして、そうすると今度はにじみ具合が非常にまた違いまして落ち着きますので、ここでもう一回細部の調整というのは可能です。ですから舐めるようにやらずに、一気にさっさっさとやって、これがすごく大事です。舐めるようにちょろちょろとやると、どうしてもそこがですね、例えば葉っぱを舐めるようにやりますとどうなるかというと、眼彩だとこんな形でやってると思います。これの葉っぱですね、そうするとね、墨っていうのはこれをポタポタ落としたとか、どうしても先に描いたものが上に来るということと、この接したところが筋になります。ですからなかなか思うようにいかない、その場合はもう一気にやる、これがすごく大事です。その時単色緑だけで描いてもつまらないから、その時にいろいろな色を含ませることによって、この葉っぱができるんです。それでもしこの葉脈を描きたければ、後からこうと垂らし込む、このように自由に、そこら辺はですね、どちらがいい悪いじゃなくて、墨の性質上から言って、このように眼彩風に描いても絵にならないというのが分かりました。